ペンは、剣よりも強しの言葉を残したエドワード・ブルワー・リットン。しかし今の用法は、リットンの意図したところではない。ペンは、剣よりも強しは、独立した、報道機関などの思考、言論、著述、情報の伝達は、直接的な暴力よりも人々に影響力がある、ということを勧誘した格言である。リシュリューあるいは暴略の初版本の表紙。 リシュリュー先行して似たような考えは様々な形態で表現されてきたが文章としては英国の作家エドワード・ブルアー・リットンが1839年に発表した歴史劇リシュリューあるいは謀略で作り出されたこの作中で17世紀フランス王国の最初リシュリューは以下のような発言をする日付と司祭を書き込んだ許可書は 気前がいいわけでも、気ままだというわけでもないのだが、ここにあるのだつまり、あとは署名するだけで発行できる、許可書を常に所持してきたと言っていることから、自分のペンによる許可書への署名が、どんな武器にも、勝ると言っているのである。彼のセリフは、第二幕、第二話では一層完全なものとなる。フランスは、しかし今、 ゲ家カの部下たちは武器を持っております。数奇教ゲ家カリ主流。これは本当のことなのだ。誠に偉大な人間の統治のもとでは、ペンは剣よりも強し、見よ、この魔法使いの杖を。それ自体は何の役に立たん、無だ。魔法使いの魔法は、それを自在に操る手から繰り出されるのだ。帝王の力を奪い、これを追い払い。 騒がしい大地を息の根を止める魔法は、だ。だから、剣を捨てよ。そんなものがなくとも国家は救われる。1870年に、文学批評家、エドワード・シャーマングールドは次のように書いている。ブルワーは一握りのものにしか与えられない幸運に、恵まれた。彼はいつまでも歴史に残る名セリフを書いたのだ。1888年頃、著作者、 チャールズ・シャープは、この一節が繰り返し使われたことで、それがありふれた、陳腐なものになってしまうことを危惧した。1897年に開館した、アメリカ合衆国議会図書館のトマス・ジェファーソン・ビルの壁面には、この一節が飾られている。言論は暴力に勝るという考えは、古今東西に多数の先行例を有し、類似する言い回しには、以下のようなものがある。 ありがとうございます。